普通のマザーでいいやっていうね、コメントがありますけど、普通のマザーっていうよりかは、自分のお子さんにとって、信頼に値するパパとかママでいればいいんじゃないかなと思いますよ。いいママになろうとかしなくていいと思うけどな。しんどいでしょ、いいとかってなると。誰にとっていいとか。まあその子供にとってのいいだといいんだけど、信頼してもらってたらいいと思うよ。だってダメな部分あるんだから、俺だってダメな部分あるからもう全部見せてるよ。パパもうほんともうすぐ怒るからさ、ってやっぱ言われるから。そうなんだよね。怒らないようにしようと思っても、怒っちゃうんだよな、パパは。っていう話とかをして、2歳の娘に、もうほんと、パパったら、とかって言われる。これ、遊んだおもちゃ片付けなよ、って言ったら、パパの部屋だってすごい散らかってるよって言われて、この確かに、と思って。そうなのよ。いいパパじゃなくていいのよ。ただうちの娘は、今のところ、パパもママも信頼してます。確かに、汚れ、散らかってるわ。散らかってるね。じゃあまあ何よりも嬉しいのが、こう、困ったこととか悩んだことを、まあ、うちは階段の10段目で悩み事を話すっていうふうに決めてるんですけど、10段目に座って、二人で、幼稚園でさ、あ、いや、小学校でさ、なんかこんなこと言われて、みたいな。苦しかったんだよね、とか。友達にこんなこと言っちゃったんだよね、とか。パパも、いや、ちょっとなんか、やりたくない仕事があってさ、みたいな。すごい、スタッフさんが、パパが言いたくないことを無理やり言わせようとしてくるから、パパ怒ってその仕事をキャンセルしたんだよね、とか。でも、やりたくないんだったら、やらない方が、みんなのためなんじゃないって言われて。そんな相談も乗ってくれますよ。そう、俺も相談するし、俺が相談しないと娘相談してくれないと思うんですよね。だってパパは100%偉い存在じゃないから、パパもミスるし、失敗するし、失敗したことをちゃんと言うし。